いけません、レディ。同じ女性として気になるのはわかりますが、ここは自重すべきかと。そうですよ。口元からよこしまな考えがバレバレです。ここはおとなしく待っていましょう。まあ僕はお手洗いに行きますけど、少し紅茶を飲みすぎたようですね。レオ、お言葉ですが、あなたはここ数時間紅茶はおろか水分らしきものを一切摂取していませんが。ガウェインは細かいですね。お手洗いは勘違いでした。実は借りた本を返しに図書室に行く用事が。会長の手を煩わせるまでもない。様子は俺が見てこよう。そんな兄さん、なんだってこんな時だけ気が利くんです。汚れ仕事は俺の管轄だ。購買前で待機し、異常があるようなら保健室をノックし、中を伺う。見事だ。まさに紳士の対応です。ユリス、よろしくお願いします。まだレオには刺激が強すぎる恐れがありますからね。詳しい話は後ほど、私だけに。あ、それはずるい。兄さんも僕もそう年齢は変わりません。 R15 までなら OK です。お前たち、俺のことを何だと思っていたんだ。俺は本当に様子を見てくるだけだ。いい機会だから一曲、生徒会秘書の名にかけて、不埒な行為は見つけ次第処罰する。なんという堅物なのか。あの物言いランスロットを思い出します。ユリウス兄さん、職務に忠実な人だと知ってはいましたが、ここまでとは。僕の失敗です。申し訳ありません。お待たせいたしました。さくらさんへのインストールは滞りなく。今度は楽しげな空気ですのね。男性だけの密会になると、心は男の子に戻るのですね。微笑ましいばかりです。ありません。心を理解することはできませんが、シールドの解析力は格段に向上しました。それでは私はここで。また何かありましたら遠慮なくお声をかけてくださいますよう。では早速、軌道試験といきましょう。桜迷宮に向かってください。